巻波に由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、旧海軍遊雲型駆逐艦、巻波、綾波型護衛艦、巻波に続き三代目にあたる。巻波は、中期防衛力整備計画に基づく平成11年度計画4600トン型護衛艦2241号艦として、伊比ム横浜工場で2001年7月17日に、寄港され、 2002年8月8日に中谷元防衛庁長官の命名により、浸水、2004年3月18日に収益し、第2護衛隊軍、第2護衛隊に編入され、佐世保に配備された。なお、国産護衛艦としては、通算100隻目となる。また、同工場で、最初の護衛艦建造となった。2005年5月18日から8月20日の間、護衛艦、 妙高、明けぼと共に、米国派遣訓練に参加。8月8日に、佐世保基地に帰投する。2006年11月12日、テロ対策特別措置法に基づき、補給艦、トワダと共に、インド洋に、派遣。2007年3月まで任務に従事し、4月26日に、帰国した。2008年3月26日、護衛大会編により、 第3護衛隊軍第3護衛隊に編入された。同年艦隊平洋合同演習に参加。2010年8月26日、第6次派遣海賊対処行動水上部隊として、ソマリア沖、アデン湾に向けて、サセボから出港、両艦の護衛艦、セット、ギリとは途中で合流。同年9月20日から12月22日までの間。 計28回の戦団護衛を実施し2011年1月18日に佐世保に寄港した。2011年3月16日、編成外により所属は第3護衛隊軍第3護衛隊と変わらないが、定携港が佐世保から大港に移った。2012年8月31日、第13次派遣海賊対処行動水上部隊として、 ソマリア沖、アデン湾に向けて、大港から、護衛艦、ユーギリと共に出港した。2013年1月23日、インド洋で、モルディブ沿岸警備隊小海艇シャヒードアリと、親善訓練を実施した。2013年2月11日に、大港に寄港した。2015年10月23日、護衛艦、スズナミと共に、第23次派遣海賊対象。 行動水上部隊として、アフリカソマリア沖での海賊対策任務に当たるため、出航した。集団的自衛権の行使を可能とする、安全保障関連法の成立後としては、初めての派遣となった。任務を終え、2016年5月8日に、大港に帰港。2016年10月11日、第3護衛隊軍第7護衛隊に編入。 2017年11月12日、日本海において、護衛艦、稲妻及び、伊勢と共に、米空母、ロナルド・レーガン、に3つセオドア・ルーズベルトほか、艦艇数席と、日米共同訓練を実施した。2018年5月21日、練習艦、カッシマと共に、平成30年度遠洋練習公開に出発。 第69期一般幹部候補生家庭修了者、約190名を含む、約580名とともに163日間で10、過国、12機コーチを、訪問、10月30日に、横須賀に帰島した。2021年6月23日、グアム製法の海区域において、米海軍小海艇と共同訓練を実施した。 その後、6月25日から30日にかけて、オーストラリア北方訓練会空域において、米海軍駆逐艦、ラファエル・ペラルタ、補給艦、サカガビアと共に、日米共同訓練を実施し、6月30日から7月3日には、オーストラリア東方海空域において実施された日、米豪艦共同訓練に参加した。米海軍からは、駆逐艦、ラファエル・ペラルタが、 オーストラリア海軍からは、駆逐艦、ブリスベン、韓国海軍からは、駆逐艦、ワン・ゲオンが参加し、電子戦訓練、戦術運動、通信訓練を実施した。また、7月5日から10日にも同海空域において、実施された日米豪艦共同訓練に参加し、ミサイル射撃訓練、水上射撃訓練、大水上戦訓練、対戦戦訓練、 戦術運動及び通信訓練を実施した。7月14から17日にも同海空域において、豪海軍駆逐艦、ブリスベン、フリゲート、パラマッタ、韓国海軍駆逐艦、ワンゲオンと、日豪艦共同訓練を実施し、翌18日から27日にかけても、同海空域において実施される、米豪主催多国間共同訓練に参加する。 米海軍からは、教襲揚陸艦。アメリカ、ドック型輸送揚陸艦。ニューオリンズ、ドック型揚陸艦。ジャーマンタウン、駆逐艦。ラファエル・ペラルタ、補給艦。アラン・シェパード、ラパハノック。P-8A。豪海軍からは、教襲揚陸艦。キャンベラ、揚陸艦。チャールズ、駆逐艦。ブリスベン、フリゲート、パラマッタ、バララット。P-8。カナダ海軍からは、 フリゲート、カルガリー、韓国海軍からは、駆逐艦、ワンベオンが参加し、射撃訓練、対戦戦訓練、海上作戦訓練を実施した。8月2日から8日まで35回から、フィリピン東方に至る、海区域において実施された米国主催大規模、広域訓練2021に参加した。米軍からは、教習用陸艦、アメリカ。 ドック型輸送揚陸艦、ニューオーリンズが、オーストラリア軍からは強襲揚陸艦、キャンベラ、フリゲート、バララット、哨戒機 P-8A が参加し、海上作戦訓練を実施した。現在、第3護衛隊軍第7護衛隊に所属し、定携校は、大港である。ありがとうございます。